こんにちは。あの風が強いんですけども、私ただいま仙台は森の石下、森の 木の下、森石の下7文字の、駅に来ております。あ、すごい、あの蛇をいっぱい扱う魔女、扱う妖怪みたいになってるんですけれども、まあ、気にせずお願いします。はい、もう本当ね、最近はねちょっと風が強くて、待って、外雨降ってきたと思ったら落ち葉カラカラだったことがよくありません、ね、落ち葉カラカラ、雨ちゃうかいみたいな感じの感じですよね最近。まあ、長崎にプレーオフを見に、まあ、長崎に向かっているんですけれども、空港に向かう途中でちょっとあの、まあ、鳥ら辺にねくらい行くことがないから、ちょっとそこら辺で美味しいものを食べようかなと思って、おー、風だけでもう一歩も歩かずに現地に着けそう。本日はもううまな店の、あのテレビで紹介されたたこ焼きイブちゃんに、お邪魔したいと思います。だから今日はね木曜日なんだけど、金曜日だったらねカレーライス食べ放題とかあるらしくて、ちょっと気になりすぎるじゃんっていう感じで行ってみたいと思うんですけれども、なんかいいね、すごく綺麗だね、森の石の道、森の石道、森の石口、森の石、すごく綺麗。あれ、ここマラソンで走ったとこじゃない、これ、これマラソンで走ったとこだ、これすごい、森の石すぐるるるるるる駅、この辺私走った、すごい、デジャブーデジャブーデジャブ姉さんでやらせてもらってます、やばい、え、待って、マジそれ以来って感じや、マジうちら友達って感じ、うわー懐かしい。私がね、あのフルマラソンで、フルマラソンで走ったところのコースでしたわ。しかもね、ここあれだよ、あの残り1キロって、え、マジここじゃん、そうそう、ここでずっとまっすぐまっすぐ、もう何キロもね、3キロくらいずっとまっすぐ行って、ここ曲がってね、ここ曲がって、ここでようやく曲がれるってなったとこだ、これ。ほんでここも曲がったんだ、ここじゃん、すげー、今マジで脳みそ活性化されてるって感じ、今ふぅっていう、マジこのまま80歳までこの脳みそだったら、もうなんかボケ防止につながりそうなくらい今脳が活性化されてる、すごい、この感覚大事にしていこう。これ本当にラストスパート、あと1キロとか、もう本当にここ1キロ地点だよ。もう私は今から逆のことしてみた、食べるをしてきます。ここのね黒いところ、寝る前にちょっとお紅茶でもいただこうかしらとか思ったんですけど、お紅茶を入れて、もうマジで100度のお湯で入れるじゃん、で100度のお湯で入れて、そのまま100度のまま迎えに行ったのね、下唇がまだ100度なのに、100度の時のまま時に迎えに行っちゃったのよ。ここが普通ここから飲まないよね、ここから飲まない、そしたら大やけど、もうびっくりした、マジ、あのね下唇1枚剥がれたぐらい大やけど、ここに気をつけながらご飯をいただいていきたいと思います。そしてこの道が合ってるか分かんないので、一回 Google マップ見ます。バイバイ。やってきました、たこ焼きイブさん、森高千里さんが大好きらしくてね、森高千里さんのファンらしくて、すごい、私がおばさんになってもお嫁に連れてってやっていう、一番水着はとても無理よ、若い子には負けるわ、いいですね、今は水着でも許せよ、若い子よりカラフルに行くわっていう、やっぱ私とは違いますわ、可愛さが。ここ並んでますか、あ、すいません、すいません、まだいっぱい待ってる。
しゃって、あそんなどうなり2時間以上は2時間、うん、1時間以上は、あ、うん、あそうなんですね。ありがとうございます。鉄板というのをどうぞしてください。はい、ありがとうございます。
待って、信じられないくらいめちゃくちゃ美味しかったんですけど、心も体も満足ということはこういうことでございますし、しかも600円なのね。安っ。プラス300円で大盛りにできるんですって。私もこれが大盛りか思ったっていうのがもう激安うまうまでございまして、でもなんかね、みんな今日木曜日はとんかつの日らしくて、とんかつ頼んでる人隣見たら肉厚がすぎる、めちゃくちゃ美味しそうでした。私は鉄板のナポリタンを、私ナポリタンも本当大好物だからそれ食べたかったんだけど、鉄板で焼いてるからさ、ずっと熱々で食べれるからさ、こうしかも優しいトマトソースがさ、こう食べるとさ、ニュルンって体の中にニュルンって落ちていくのよね。ここを通っていくわけですよ、この温かいナポリターヌ、ナポリターヌがこの心の中を通っていに行くという温かい気持ちになりました。空港とかにね、母ちゃんとか妹が来た時に送りに行くっていう時に、みんなでここをねちょっと早めに来て寄れたらいいなっていう感じでございます。なんかさ、テレビ見て鹿児島から来ましたっていう方もいてさ、いやすごいなこの人気っていう感じでございます。はい、たらふく食べたんで、私は、こっから6キロ先の、ここまで徒歩で行きたいと思います。運動だにゃん、マラソンの道アゲイン、マラソンの道アゲインウォーキングします。では見てくださってありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。